ホークスタウン。ホークスタウンは、福岡県福岡市中央区事業浜に所在する町をイメージした複合商業施設である。福岡ソフトバンクホークスの本拠地、福岡ドーム、福岡ヤフオク、ドームとヒルトン福岡 CE ホークで構成される。かつては、ヤフオクドーム南隣にショッピングモールのホークスタウンモールがあったが、跡地に、 三菱自称運営のマーカス福岡ももちが開業し、ホークスタウンから外れた。運営、管理会社は株式会社ホークスタウン。同社はシンガポール政府系列の投資会社ジック、リアルエステートの傘下にあった。ホークスのマスコットキャラクターである、ホークファミリーはホークスタウンに住んでいるという設定になっていた。1988年秋、 大阪府大阪市の大阪球場に本拠地を置き、南海電気鉄道をオーナー企業としていたプロ野球球団、南海ホークスの経営権を当時の流通をて、企業大英が買収、翌1989年から本拠地を福岡市の平和大野球場に移転し、チーム名を福岡大英ホークスとした。大英はホークスの福岡移転と同時に、 市内中央区事業浜の埋め立て地で大規模な商業施設の発を行う計画を発表した。ホークスの新たな本拠地として使用するスポーツドーム、屋内遊園地などを有するアミューズメントドーム、そしてこの2つのドームの間にリゾートホテルを建設するという一大プロジェクトだった。当時はツインドーム計画と呼ばれ、福岡ドーム開業前に設立された運営会社の社名も ツインドームシティを名乗っていた。こうして、福岡ドームは1993年に開場、隣接するシーホークホテルリゾートも1995年に開業し、これら施設群はホークスタウンと名付けられた。しかしこの間にバブル経済が崩壊して、大英グループも深刻な経営不振に陥ったため、三つ目の施設として予定されていた。 アミューズメントドームの計画は事実上とんざ。予定地には大対策としてショッピングモールを整備することとなり、2000年春にホークスタウンモールがオープンした。だが、その後も大英グループの経営悪化はより深刻化し、多額の有利子負債が経営を圧迫しつつあった。特に大英が福岡で主力事業としていたホークス、福岡ドーム、 シーホークホテルの3事業は多額の負債を抱えていたことから福岡3点セットと揶揄され地元製材界の支援や外資企業への売却が取り沙汰される。自力での経営再建を目指していた大英は1999年に高塚武氏を招きこの福岡3事業の経営再建を託し経営方針の転換や積極的な地域密着策などが走行し 業績は好転。またホークスも、同年、南海時代の1973年以来26年ぶりとなるリーグ優勝し、日本シリーズも制して35年ぶりの日本一となる。2004年、別々の会社が行っていた管理、運営と施設の所有を一社にまとめた上で、大英からコロニーキャピタルの関連会社によって設立された、特別目的会社であるコロニー。 福岡有限会社売却された。高塚は役員に泊まったものの、在任中ホークスタウンを私物化し社内外に様々な圧力を生み、同年秋には女性社員への強制わいせつ容疑で逮捕という形で、三事業から追われる見取る。同年10月13日、大英が自主再建を断念し、産業再生機構による再建支援が決まり、球団の経営権は、 ソフトバンク、現、ソフトバンクグループに売却された。またソフトバンクは、福岡ドームの2005年シーズンから20年間の、使用契約を締結し、ドームの工業権もコロニー福岡から買収。一時は、球団売却の場合は、ホークスの本拠地移転の可能性ありなど噂された。ものの、これにより福岡ソフトバンクホークスは引き続き、 福岡ドームを本拠地として使用することが決まった。なお、ホークスタウンのロゴタイプは、福岡大英ホークスの球団ロゴデザインを踏襲しており、球団がソフトバンクとなりロゴを変更してからも、大英時代のロゴをそのまま使用していた。2005年や秋には、ショッピングモールを拡張し、グランドオープン。2007年春、株式会社ホークスタウンが、コロニー福岡から、 シンガポール政府系列の投資会社、ジック・リアルエステートに売却され、2012年時点で同社の参加にあった。その後2015年1月22日付で、ホークスタウンモール部分について、持ち主はそのままで、三菱自所株式会社が新宅受益権を取得した。三菱辞所は所有者のジック側と今後の再生方針を検討した結果、既存施設をて除却し、 建て替える、再開発を行うことを決め、その前段階として、ホークスタウンモールの営業を2016年上半期にすべて終わることを、同年12月25日に発表した。2016年3月末をもって、ホークスタウンモールは営業終了。これに伴い、ゼップ福岡と HKT48 劇場が閉鎖された。ハードロックカフェは、 博多駅の JRJP 博多ビルに移転する形で、開業、ゼップ福岡は次の m a r k イズ、福岡も持ち開業後に再開する運びとなった2018年12月7日、再開予定。2016年10月28日に、三菱自所は再開発の概要を発表し、延べ床面積約12.5万平方メートルの大規模商業施設、 m a r k e ズ福岡ももちと28階建ての分譲タワーマンション二棟からなる複合施設を建設するとし、ゼップ福岡とユナイテッドシネマ福岡とは再出展について基本合意したと正式に発表した。m a r k e ズは2018年11月21日にタワーマンションは一棟は2019年度下期、もう一棟は2020年度下期に完成予定である。 床面積計約314,000メートルの内ドーム約17万6千メートル、ホテル約13万8千メートル、1053室、2018年11月時点からなる。なお、モール部分の床面積は約7万6千メートル、2016年3月時点だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。